レントン工場、2011年ボーイングレントン、工場はアメリカ合衆国ワシントン州レントンにあるボーイング社の飛行機組み立て工場である。敷地にはレントン市営空港が隣接している。現在、737NG や新世代の 737MAX の製造を行っている。レントン工場はワシントン湖の埋め立て地に建設されている。 この埋め立て地は1916年に造成され、1936年まで当地の資産家の個人所有であった。1936年にワシントン州政府に移管され、第二次世界大戦勃発に伴い連邦政府の管轄となった。この時、アメリカ海軍はボーイング製の飛行艇 PBBC レンジャーの生産を行うため、この 埋め立て地に航空機組み立て工場を新設し、これが現在のレントン工場の基礎となったのだが、アメリカ軍は陸軍向け大型爆撃機である B-29 の生産を優先し、レントン工場を B-29 の製造拠点としたため、PBB は性能的には良好であったにもかかわらず施策のみに終わることとなった。レントン工場では第二次世界大戦中に、 1> 約1000機以上の B-29 を生産し、戦後一旦工場は閉鎖されたが、1948年からは B-29 の派生型の輸送機である C-97 の製造が始まり、工場の操業は再開された。その後、民間向け大型旅客機の製造も行われ、現在に至っている。ありがとうございます。